はい、実際熊の音って感じですか。熊の音もよりですよ。あ、そうです、熊の音です。はい、熊の音、はい、もっといじってって来てますコウタさんからもっといじってあ、コウタさん、ありがとう、コウタさん。わかったんだ、俺のことかしら。よっこよっこ、風神かっこいいですよ。風神ラジ書いてるんですよ。これね、一応和風でね、風神ラジ書いてるんです。これも森田さんからお借りしたんですけども、そうです。あのね、一応の前用紙、僕ね、あの一応ね、あの言ってるんです、あのこの番組で言ってて、あの日部やってますって言ってるから、ちゃんと着なきゃいけないと思っていろいろ持ってきたんです。だからあの着ようと思ったら本格的な 和装ができるぐらいのものを今日持ってきてます。おぉセットがね、もうそうじゅ、そう、襦袢もあるし、あの捨て猫もあるし、あのちゃんと持ってきました。これもあの日部のやつ、そう、日部の時使ってた舞踊着ですね。はい、これは普通の扇子なんですけど、舞踊着ってちょっと違って、まあ顔彫りとも言われるんですけど、まあこういうのに踊るのが普通。ちょっとまあちょっとかしばっていいですか。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけね、こうやってやって、こうやって回してやるんです。お、すごい。はい、そういう感じでね、はい、こんな感じでね、やっておりまーす。やっておりました。一応ね、うん、や、あの一応言っとかないとね、結局蹴れてねえじゃんとか言われるのすごい嫌だから。ちょっとね、一応やってますよ、やってましたよっていうのね、アピールしとかなきゃいけないなと思ってね。はい、よろしくお願いします。あと、ひよりんって来てますね。りょうくん。ありがとうございます。ファンの方ですよね。はい。ひよ、頑張れーともしてます。そうなんですよ。お笑い芸人じゃないの違いますよ。あの言っときます。僕結構身削ってやったんですけど、僕一応あの役者です。あのね、そう、あのね、あんま見てさ、あの映像ね、映像ね、あんま見れない方いらっしゃるんですけど、まあこの先でちょいちょい出てきますのでね、よろしくお願いしますね。はい、またその宣伝ありましたらまた言いますので、よろしくお願いいたしますね。正統派アイドルだぞって来てますね。ごめんなさい。すいません、本当に申し訳ない。多分でもね、笑い芸人じゃないのって、多分私のことも入ってます。あー、じゃあ、アイドルと役者さんでございます。そうですね、この番組出てからね、役者さんじゃないのってすごい言われるんですよ、僕も。あのね、なぜかって身を削ってるんです。結構身を削ってやってます、僕。あのね、ね、あの格闘技のね、得意な人が来たら俺よくケツとか蹴られてます。はい、よろしくお願いします。はい、すごい、32、32、32、32。それ気になるよね。私すっごい突っ込んでいいのかなと思って、でももっといじってって書いてあったら触れていいのかなと思って、触れていいですよね。誰や、32。あれ怖い方なのかな。はい、はい、一応ですね、はい、森田さんかっこいい、ありがとうございます。よろしくお願いします。一応ですね、まあ和装会ちょっとね、ちょっと厳かな感じでいこうと思ってます。よろしくお願いします、ね、はい、ちょっとね、おとなしくね、いつものようにね、ワイワイやってたらね、あの、和服着てんのに何してんだっていう和服の人たちからね、ちょっと怒られるかもしれないです。すごい、この人たちがビビってるじゃないですか。はい、ビビってんの、はい、ビビってます。はっきり言っていろいろなことでビビってます。はい、詳しく読めないですけどね。はい、よろしくお願いいたします。はい、で、カズキさん、アシスタント頑張ってください。ありがとうございます。トコトコさん、いつも本当ありがとうございます。はい、トコトコさん、あのね、本当にね、トコトコさんっていう方、いつも見てくれてたっていう方なんですけど、ありがたいことに。来てくれるゲストの方の全部調べてね、あげてくれるんです。トコトコさん、そう、本当にいい方なんですよ。以前、私が出演した時、多分知らないだろうなっていうのを神崎さん、なんとか見、ま、ラジオ見ました。そう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 、みたいな。そうなんですよ。トコさん、すごいね。ありがたい話ですね。全然感動的ですね。はい、待ちに待った浴衣会、ついに来たってね、お待たせいたしました。しました、はい、浴衣会でございますよ。はい、ありがとうございます。はい、ね、俺の森田さん、全身見せてって来てますよ。俺の森田さん、じゃあやりますよ。で、俺でいいですか。あの女性の方とかね、見せてあげた方がいいかもしれないですけどね。男性ばっか、帯がこういう感じですね。普通のとはちょっと違う、違う帯の結び方をしてます。ちょっとね、こだわりがありまして、僕あのね、ちゃんとその結びがあるんですけど、あの長結びみたいなやつがあるんですけど、そのちゃんとその浴衣着る着方があるんですけど、あの着方をするとみんなやってるのでなんか嫌だなと思って、一応着れるのをちょっとアピールしとこうかなと思って、一応これ浪人巻きって言いまして、あのそれこそ歌舞伎とか、ちょっとね、玄人っぽくやっとこうかなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、皆さん自分でちゃんと着れる感じですか。いいな。私だけも、もう、ちっさしました。ちっさがいてくれてよかった。今はでも、私もそう、ひよりさんも、はい、寛容日、ひよりにいいですか、はい、ひよりって呼ばせていただきます。今回、寛容日っていうので、はい、もう、地帯で結んだことない人でも結べ
のそうですね、そういうやつもあるんだね、最近はね、うん、あとね、ちょっとね、ちょっとあの女性の方とかで見てる方いらっしゃったら、まあ男性もそうなんですけど、あの和服を着る一つワンポイントアドバイスとして、女の人でここをね、ここら辺まで下げてる人がいるんですよ、この同じ人もね、はい、そう、これは結構普通な人の着方なんだけど、あまり、そこくらいだったらまだ大丈夫なんだけど、それをあまりやりすぎると、あの、おいらんだと思われるので、気をつけてください。そうなんです。ここ拳一つ分くらいが、そう、がベストです。だから、その、そう、ちっささんくらいがちょうどいいです。はい、美しい。そう。美しい。そう。そう。そう。シュワシュワ。大丈夫。見えないから大丈夫。見えないから大丈夫。そう。皆さん、聞かなかった。そう、おいらさんっていうのはもう、拳2、3個分ここを開けるんですよ。なんでかっていうと、そっちの方がセクシーに見えるから。そうなんですよ。それで長いね。まあよくね、皆さん、その、オイランといえば、なんか、あるじゃないですか。長い、ね、あの、パイプセルをね、こうやってやったりとかあるんですけど、まあ、髪とかバーンってやってるのがあるんですけど、ああいう人たちはここを開けるんです。で、ここでまでお白いを塗るんです。そうなんですよ。だから皆さんね、あの、覚えて帰ってくださいね。お白いはね。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、なんかね、偉そうだな。やめて。学べるんで、今日は豆知識会でございます。そうですね、はい、森田さんは実はできる男で、ありがとうございます。あの一応ね、いろいろね、あ、はい、あ、お、神崎さん、え、アシスタント MC に昇格、そうですね、昇格しました。2回目にしてずうずうしく昇格させていただきました。どうもどうもです。はい、我が妹、春ちゃん、書いてありますね。ありがとうございます。笑い方よ。大丈夫、その笑い方。文字がはっきり見える笑い方するんです。すでにデビル笑い出てますが、デビル笑い、あれか、あれか、あのキャッ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 っていう笑い方を僕するんですけど、まあね、あのね、8時からね、今日はね、やっぱりね、夕方なんでね、多少やってもらおうかなと思ってるんですけど、あの、あまりやりすぎない程度にやってもらおうかなと思うんですけど、カルチャーはね、あのね、最近ね、あの森田塾っていうコーナーがありまして、まあ、後にしよう、それは。そうですね、そうですね、それはまあ、楽しみにしといてください。怖いよ。はるにゃん喋らせると MC 持ってかれるって言ってマジですか。いいよいいよ、うち MC 変えてもいいよ。負けないように頑張らないと。次から下に立ってる可能性があります。じゃあ、あれなんだ、次頑張りましょう。頑張りましょう。あ、なるほど、俺がいなくなった。分かった分かった。一応ね、クルーズでずっとやってるんだけどな。すぐ壊れちゃうね、それね。はい、小さなメガネにドア入ってるのっていう質問ってますね。あの、レンズありません。レンズ入ってません。レンズすらないね。ビジネスメガネ。なるほどね。ぶっちゃけていいんですか。